皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。やってまいりました、 F1 2020 の時間でございます。本日ジュリアグロリーレーシングはイギリスグランプリの予選へと進んでいきます。果たして予選順位は一体何位なのか、前回のような神レースは再び起きるのか、楽しんで頑張っていこうと思います。それでは早速チームキャリアを続けましょう。松下さん、おはようございます。それではフリー走行3の方に進んでいきたいと思います。フリー走行さんは雨ですので、そんなに本気で走らないようにしましょう。雨の音がしますね。はい、ではフリー走行さんなんですけども、今からレース戦略プログラムやっていこうと思います。フルウェットやんタイヤ、これ相当やばいかもしれんね。なので一旦ですね、レース戦略プログラム普通に走って4周目5周目はカットして、あとはまあ予選のペースプログラム、予選ペースプログラムの方をやっていこうかなと思います。それではドライブアウトしましょう。ジェフ、ドライブアウトだ。コースが濡れてるな。まずはコンディションに慣れておけ。わかった、とりあえずは行ってくる。あまり期待しないでくれ、多分走れないわ。久しぶりに見たな、フルウェットタイヤ。はい、まあ、普通はねこんな時にわざわざ走らないけど、まあ、やっぱり動画を作ってる身としては走らないと話にならないので、今からね走り込んでいきますよ。クラッシュさせないように気をつけないといけないね、これ本当に気をつけないといけないよ。はい、では前回はねインターミディエイトタイヤでね走りましたけども、今回は、まあ、フルウェットタイヤということで、おーっといきなり危ないですね。ちょっとしっかりこれ見ておかないとダメですねこれ。はい、路面温度も低いからちょっとねいい走りができないと思いますけども、まあ頑張っていきましょう。これパフォーマンス発揮できないね、これ多分ね、ジュリアグロリーレーシングのパフォーマンスは発揮できないと思います。一応まあとりあえず走りますけど、ちょっとごめんなさい、このフリー走行さんは本当に多分無理だと思います。タイムデルタも多分全くもってダメだと思いますんで、まあそこはもう今回はね私の雑談ということで、どうかお許しいただければと思います。こんなオーバーテックスイッチ使ったら止まらんくなるでこれね。まあとりあえず頑張っていきましょう。まあ実際、スペイングランプリの方はどうなんでしょうね。どんなフリー走行1、フリー走行2だったんでしょうかね。角田選手のタイムが気になります。そしてね、今日はフリー走行3ということで、また夜ね、この後放送があると思いますけども、フリー走行3ね、楽しみですね、予選と。現地どうなのかな、スペインの方現地どうなんだろうね。非常に楽しみですよね。はい。非常に楽しみすぎてね、また寝不足になりそうな気がします。よっしゃ、まあ、とりあえず走り慣れてはくるね。一周走ったら走り慣れてくるんで、まあ多分大丈夫かなと思いますけど、多分誰一人としておそらく走ってないとは思います。はい、前回はね本当この雨のおかげでねちょっと救われた部分もありますけど、今回はねフリー走行3のみしか雨は降らないので、多分ね問題ないんじゃないかなと思います。まあほとんどお遊びみたいな感じで、雨だったらこんな感じになりますよ程度に走っていきましょう。そしてこのちょうどこの走行ラインのところは微妙にね、ドライコンディションになってますからね、微妙にこう水はけがいい感じになってます。おっと、だからちょっとね、そこはまあ仕方がないかと思いますが、とりあえずこのコーナーの立ち上がりだけですね、コーナーの立ち上がりで危険な加速をしなければおそらくスピンすることはないんですけども、まあ、相当危ないですねこれは。本当にできたら走りたくないですねこんな雨の時は。ただこれでもしみんなが全然アタックしてこなかったら、私フリー走行3は結構上位で終わるよこれ。多分どんどんタイム刻んでいきますからね、一応ね。で1周目よりも2周目、2周目よりも3周目とタイムは徐々に良くなってくると思いますので、まあそこは多分フリー走行3は上位で終わる可能性があるよ。このまま雨が降り続けばの話ね、降り続けばいい感じで終わるような気がします。普通走らんでしょこんな時に。これでクラッシュなんかしたらもう大変だからね、これ。今までの努力水の泡ですからね。まあゲームだから走るけどね、これ実際だったら多分あんまりフリー走行さん走らないと思うよ。はい、ではねこのまま周回続けていきます。4周目5周目のみはゴールシーンのみということでいきます。4周目5周目はゴールシーンのみ放送という形でねいきたいと思います。304キロしか出ないんだねここのストレートね、バックストレート遅いよねやっぱね。はい、ただ慣れてきました、やはり慣れてはくるね。ただこういうコーナー続くところはちょっと怖いし、まあ縁石あるところは少し注意という感じでしょうね。 OK、 まずは1周目です。よ
よしよし、いいデータが取れているぞ。集中しろ。わかった。はい、まだ誰もコース出てない、誰もコース出てない。多分みんな言うてるわ、佐久島走れ、あいつバカじゃねえのってこんな時走ってるぞあいつ、どんだけテンション高いねんってみんな言ってるだろうな多分な。あーやばいやばい、2周目ちょっとやばいですねこれ。はい、もうなんかもう絶対そうやって言ってるわ今ピットで。あいつ1台だけ何気合い入れてんのみたいなあいつ頭のネジ3本ぐらい抜けてんじゃないの、シューマ始めとか絶対言ってるだろうな、 ピットでな。はい、まあでもいいんですよ、もう言わせておけばいいんですよ。私はもうどんなコンディションでもどんな状況下でも必ず走って成績を出す、それがジュリアグローリーレーシングや。ここで走らんかったジュリアに怒られるからね。はい、さあでもねこれで普通にね、多分私が一応この走行ライン走って、私が結構水はけをよくしてるから、他のねマシンがいっぱい走ってくれるようになったらね、もっと路面がマシなんですけども、ちょっとでもこれコースアウトしたらこれハイドロプレーニング起きるからね、これ本当に気をつけないといけない。そしてそこでねうまい具合に加速してしまうと一気にスピンするから、これ本当にね気をつけないといけない。だからライン取りはほぼほぼ完璧な状態で走らないと、このフルウェットとかの時はマジで危ないから本当に気をつけないといけません。はい、まあなんやかんやでタイム出るともマイナス 0.5 とかそれぐらいでいけてますからね、ちゃんと走れてるも走れてるんですよ、一応走れるんですよ一応ね。はい、タイムは出せないけど走れるのは走れる。でもこのままいったらマジで予選フリー走行3全然あれですよ、誰も走らないよ大丈夫これ、俺1位のまま終わりで、1位のままこれ誰も走ってない。いいぞ、注文通りの走りだその調子だ。はいはい、じゃあ一応次の周回までですね、ノーカットは次の周回までで、いきたいと思います。最初がやっぱりタイムデルタプラスになってしまうんですよね、ここら辺がやっぱり最初はやっぱ難しい、ここが難しいですよね。セクター1は結構難しいですよ、このシルバーストーンはね。あ、ここら辺、これ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 が怖い、今ちょっとやってしまいましたね。ちょっとねライン取り失敗したんでああいう風になります。はい、ここから 0.8 秒を挽回できるのかというところなんですが、はい、まあ頑張って、一応ギリギリクリアできるぐらいまでは持っていきたいですね。ああいう風になるんですよね、ちょっとずれてアクセルを踏んでしまうとね、ちょっとアクセル開けるとあんな感じになるんで、本当にインターミディエート気をつけましょう。てかさっきよりも雨が激しくなってますねこれね、前が見えなくなってきました、さっきより雨激しいですこれ。まあまあでもなんとかなるでしょう、本当にこのままいったら予選は上位ですよこれ。はい、みんな走らないんじゃないの、本当走るのかな。まあまあ微妙なところですよねこれね、もしかすると雨が止んでくる可能性もある。予選はちょうど曇りみたいですから、もしかするとねこのまま回復してくるのかもしれません、あと10分ぐらいすると分かりませんけど、とりあえず私はもう最初のうちに走っておきたいと思います。 0.2 か、これはもしかすると挽回できますかね、できるかもね、ギリギリいけるかもしれない、これは 0.01、 あー OKOK、 マイナスいけた、マイナスいけた、タイムデルタマイナスいけた、これはいけるかもね。はい、ちょっと綺麗に走ってなんとか赤色にならないようにしたい。 0.4 いけるいける、いけそういけそう、よし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 、大丈夫、グリーンです、グリーンです、 OK、 よしよし、いいデータが取れているぞ、集中しろ。わかった。さあではですね、今からは4周目5周目、ゴールシーンのみ放送いたします。それでは4周目のゴールまでカットいたします。さあみんな徐々に走り出し始めましたね。そしてこの4周目結構いい感じ、ファステストラップじゃない。天気は変わりそうにない、最低でも20分はこの大雨が続く見込みだ。あ、20分だったらフリー走行終わるね。はい、一応これ多分ファステストじゃないのかな、どうだろう。あ、ファステストではない、うわストロール結構早いな、負けてるな。はい、ではラスト周回5周目いきます。アルボンが今1位になりました。私また3番手に落ちてしまいましたが、これまたいい感じで、アタックラップとしてはいい感じで、多分ファステスト、自分なりのファステストを取れております。これで一応ゴールすれば1位になるんじゃない。アルボンをオーバーテイクというか、抜けるんじゃないかなと思いますが、これ私なりのファステストですよ。ほい、よしテスト終了。あーダメだ、よくやってくれた貴重なデータが数多く得られた。あー難しいね、これでも2番手か、アルボンには勝てなかったわ。はい、では一旦ピットに戻ります。一旦ピットに、ね、戻りたいと思います。ジェフピットに戻るぜ。この周回でピットインしろ、この
の周回だ。コピー。はい、では今からね、ピットまで、戻ります。そこまではカットいたします。よっしゃ、ピットインです。これよく考えたらオーバーテイクスイッチ使ってなかったね。使ってなくて2位取れてるってことは、この後いろんなマシンが走り出してライン取りのいいところ全部水はけが少しずつ良くなってきてるところを、オーバーテイクスイッチ使って一気にアタックラップすれば1位取れるかもしれませんね。フリー走行3ね。はい、ちょっと後で、まあ、時間があればやってみようかなと思います。メルセデスは一切走ってないね。王者の貫禄やなこれな。はい、では今から予選ペースプログラムですね。まあやっぱりこのレース戦略プログラムとかで、まあ、4周5周走るとやっぱ慣れてはきますけど、だから個人的にはフルウェットの方が走りやすいですよね。インターミディエートとフルウェットだったら。インターミディエートって意外と難しいんですよ。あれ中途半端な、ね、雨の時によく履くけど、フルウェットだったらもう完全雨なんでやっぱ走りやすいよね。はい、一応こんな感じです。一応まあまあいい感じなんじゃないかなと思いますが、あと20分っていうことはもう16分間ありますけども、ほぼほぼ多分雨は止まないということで、今から予選ペースプログラム入りたいと思います。ではドライブアウトしましょう。ジェフ、予選ペースプログラムだ。ドライブアウトするぜ。オールコンプリート。メカニックは下がってくれ。マシンを出すぞ。よっしゃ、ここからはね、アタックラップまではカットいたします。さあ行きましょう。ではアタックラップまでカットいたします。あ、メルセデスも走り出しましたね。私も3番手に落ちました。また動画外でアタックラップ1回するかもしれません。さあでは行きましょう。今から予選ペースプログラム入りたいと思います。アタックラップでお会いいたしましょう。さあでは今からですね、予選ペースプログラムのアタックラップに入ります。気をつけましょう。アタックラップに入りたいと思います。多分19位とか取りそうな気がするけど、まあ頑張っていきたいと思います。よし、レッツゴー。とりあえず少しでもね、完璧なライン取りをいけば多分問題なく大丈夫だと思うんですけど、少しでもね水が溜まっているところにはいかないように、綺麗に走りましょうね。今少しねこの走行ラインのところは水はそんなに溜まっていないので、今がチャンスです。完璧なライン取りを描けば多分予選ペースプログラム的にはそこそこいいタイムが取れるんじゃないかなと思いますけども、はい、いい感じですね。ここですね。でここですね。ここからですね。はい、気をつけてよ。いい感じで、もうここアクセル踏まない方がいいよ。はい、大丈夫。ここもアクセル踏まないように綺麗に回りましょう。ここも綺麗に回りたいと思いますよ。はい、大丈夫です。落ち着いていきましょう。うん、いい感じです、いい感じです。このままいけば多分なんとかなるんじゃないかなと思いますが、ここでタイムデルタを1秒ぐらいまで、1秒近くは持っていきたいですね。マイナス 1.2 秒ぐらいで、ゴールできればなと思うんですけども、ちょっと厳しいかなそれは。でここからはもう普通にねスラロームというか、ここはもう普通にアクセルノーブレーキで、あ、ノーアクセルノーブレーキでいきたいですね。はい、でここまで来ました。一応ここの、バックストレートで1秒は超えれる。よしよし、これでマイナス 1.2 秒ぐらいでいけるかな。しっかりとね、水たまりないところを走っていきましょうね。はい、でここから綺麗に行って遠赤気をつけてくださいよ。 1.2 秒ぐらいで持っていけるか。予選どうだ。 1.2 秒ぐらいで持っていけるかな。よし、あとラスト、あとちょっとよ。ラストファイナルコーナー、やばい、スリップします。気をつけて。でここ最後難しいんですよね、ここがね。さあどうでしょうか。 1.172 か。プログラム終了だ。うん、素晴らしいデータが得られたぞ。ピットに戻ってきてくれ。戦略を話し合おう。コピー。よし、わかった。じゃあピットに戻るぜ、ジェフ。了解。この周回で受け入れる。はい、とりあえず目標が達成したということで17位かな、今よくわかりませんけど。はい、では今からですね、ピットの方に戻りたいと思います。ピットまでカットいたします。今のラップで6位になった。ありがとう、6位になったぜ。はい、ではちょっとね順位は落ちてきてるんですけども、この後ピットに入ります。でピットに入って、このラップにピットインだ。コピー。ピットに入って一旦ねオーバーテイクスイッチを駆使してアタックラップやってきます。でそこからまあ5位以内に入れるかどうかっていうのをね、ちょっと自分なりのファステストラップ1回出していきたいと思います。はい、到着です。一旦ピットインします。
これでフリー走行3の、2つは終了ということで、あとはね予選を残すのみです。時間もまだ少し10分ぐらい残ってますので、アタックラップ1回やってもいいかなと思いますね。意外と雨でも慣れるとやっぱ走れるね。全然決勝とか雨でもいいわ全然。っていうか AI 遅くなるからね、雨の方が優勝とか2位とか3位の表彰台立てるチャンス増えるんですよ実は。意外とね、ほんと。はい、では一応これでフリー走行3は全て終了ということで、これで目標の予選順位、あ、予想予選順位は一体何位なんでしょうか。推定ポールタイムが1分42秒192。これあくまでもあれですよ、雨の日ですからねこれ。はい、一応今このままでいけば推定予選ポジションは15位ですよということですけど、これはもう正直全く関係ないです。これ雨の状態ですから、ポールで1分42秒、このままいけばの話ですからね、まず関係ないですこれは。はい、では一旦4分17秒。やばいぞ、路面状況が回復してきたようだ。やばいね、これは順位的にはやばいね。フリー走行完了です。さあ果たしてこれはどうなる。最後のアタックラップです。これ最後のアタックラップですけど、ちょっと順位的には厳しいかな。タイム出るともプラスやからね、これは厳しいぞ。一応最後のアタックラップとして頑張って、順位を上げようとしてるんですが、あーダメですね、もうこれここでちょっと失敗したんで、もう厳しいですねこれは。これで順位1でも上がってくれ、順位1でも。どうだ、上がらないね残念、6位。まあまあいいでしょう。ではここでトップ3をおさらいしましょう。こちらです。ハミルトン、ボッタス、そしてアレクサンダー・アルボン。フリー走行が終了したところで今回はお別れです。次のフォーミュラー1のセッションでまたお会いしましょう。はい、というわけでフリー走行3終了ということで、ルイス・ハーミーが一応1位ということですが、まあ、昨週マハジェイもね6位ということで、まあ一番いいタイムが出せたんじゃないかなと、それもそのはず、ほとんど走っていません。これタッペンも走ってないし、松下さんも走ってないね、ほとんど走ってないやんこれ。はい、まあまあでもいいでしょう、おかげさまで6位ということでね、このまま進んでいきたいと思います。お疲れ様です。今日はどうでしたか。予選前には天候が回復してもらいたいですか。そうですね、まあだといいですね。ウェットレースは予想つけづらいですから、その方がレースとしては楽ですが、予想のつかない天候の方が面白いでしょうね。予想はつきやすくなりますが、どんな天気にも対応できるよう準備は万全です。これですね。他のチームについては今日の結果をどう思いますか。そうですね、まあ彼らはまだまだ力を秘めていると思いますね。まあこれでしょう、予想以上の頑張りでした。まあまあどっちでもいいような気がしますけどね。どうも以上です。はい、ありがとう。はい、リソースポイントもまたこれで、700、600ぐらいもらえたのかな。はい、ありがとうありがとう。チーム評価もね、少しずつでもちゃんと上がっていますんで大丈夫だと思います。よっしゃ、予選です。さ、やってまいりました。いよいよ予選でございます。ワークステーションですね。メッセージの方を見ていきましょう。他のカテゴリーで何度も走ったことあると思うけど、まあ、シルバーストーンについていくつか話そうということで、勇気を持ってマゴットとベケッツに突っ込んでいくこと、まあ、遠赤に乗り上げてはいかんと。ダウンフォースが十分得られるから複合コーナーはアクセル全開で抜けられるけど、タイヤがちゃんと設置していればの話ということで、まあここは制限速度が低く、まあ、規制地点も通常より普通より手前にあるからペナルティ受けないように注意してくれということで、まあまあはい大丈夫だと思いますが、今からワンショット予選入っていきます。よし、やってきたぜ。今からワンショット予選行きたいと思います。はい、頑張っていきましょう。怖いですね。
非常に緊張しております。はい、まあ、このいきなりウエット走った後またドライに戻るっていうこのコロコロ天気変わるのって結構大変なんですよね。はい、では今から行きます。果たして何位取れるのか、とりあえず10位以内は絶対頑張ろう。よし、やってきました、ワンショット予選です。頑張っていきましょう。先ほどとは打って変わってコースコンディションは全く違いますんで、しっかりと頭に入れて頑張っていきたいと思います。でなおかつこのコースは、まあ、全員ね、 F1 ドライバーの皆さん全員が最速ラップを刻んでくるということになってくるので、まあ、私を含めてね、しっかりとそれを頭に入れて本気で走らないといい点数というかいい順位は取れません。ちなみに私は目標10位以内ということになっております。目標は10位以内でいきます。ただ、欲を言えば5位以内でいけたらいいなと思ってますけども、それはちょっと厳しいので、一応10位以内ということで。で、一番多分ね、早いのはルイス・ハーミーだと思います。ルイス・ハーミーが一番ここ早いと思いますんで、しっかり、食らいついていきましょう。とりあえず10位以内です。今のところいい感じですね。今のところいい感じ。ただ、ここから気をつけないとちょっとやばいですね。ここから一気にスリップまで。で、先ほどジェフが言ってたマゴッツ、ベケット、チャペルはここの3連続コーナーになります。でストーを越えてね、最後の DRS ゾーンにうまく乗せることができれば、おそらくいい感じの順位が取れると思うんですけども、ちょっとこれ失敗ですね。これはちょっと遠赤踏んだったんで失敗ですけど、一応8番手ですね。で最終コーナーで多分一気に順位を抜けると思いますんで、ここで綺麗にアンダー出すな。さあどうだ、ここで一気に2位ぐらいは順位上げれそう。2位ぐらいは順位上げれると思う。よーし、いいぞ、10位以内頼む。よーし、いいぞ、どうだ、サクビクトリアじゃない、サクシューマチェイ、頼む、8番手、よし、ふぅきつい、これドライコンディションやったらきついね、やっぱね。サインツより上かな、どうだろう。予選終了です。ここでトップ3をおさらいしておきましょう。ハミルトン、ボッタス、シャルル・ルクレール。予選を終え、あとは決勝を待つばかりとなりました。明日のレースは完全生放送でお届けします。ご期待ください。よっしゃ、サインツよりも上やわ、よかった。とりあえず1分26秒出してきたで、ハーミーやべえなハーミーやばい、26秒出してきたな。松下さんない予選、マッツ21番手。はい、まあまあでもいいでしょう。はい、よっしゃ、進みましょうか。はい、ライバルよりは上ということで、サインツにはもう十分勝てるようになってきたね。よし、いい感じでリード広げてきております。そしてチーム評価もどんどん上がってきましたね。レベルもいい感じで上がってきました。ありがとうございます。ここでまたね、表彰台登りたいね。よし、上々の予選結果だ。これならレースでも上を狙えるはずだ。はい、ありがとうございます。ではですね、次いよいよね、明日決勝13ラップということになりますが、周回数が少ないのはコースが全長長いので、少し短くなっておるんですけども、まあ、前回と同じような紙レースができたらいいなと思うんですが、まあ、それを目指して頑張っていきたいと思います。今回はオールドライコンディションなので、ちょっとね、戦略、ピット戦略とかその辺が大事になってくると思いますけども、しっかりと頑張っていきたいと思います。それでは皆さん、また次回の決勝でお会いいたしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋の作でした。